名鉄名古屋駅。これから名鉄特急で鶴部国際空港駅に向かいます。13時31分発の一部特別車の特急に乗ります。到着直前になると特別車が満席に。すでに入チケットが押さえているので問題なし。列車到着。This train is bound for Central Japan International Airport. スーパー列車前往福浦国际机场。本日は特別にパノラマスーパーを使ってます。このチャイムが空港行きの証。特急中部国際空港行きです。停車駅は金山、神宮前、太田川、尾張横須賀、朝倉、新舞子、常滑です。1号車、2号車は特別車で、普段空港行きにパノラマスーパーは使われませんが、本日は2005年1月29日に空港線が開業して18年ということで特別に運行していました。次は金山に止まります。方面と地下鉄線 JR 線はお乗り換えです。金山を出ますと次は神宮前に止まります。 We will soon make a brief stop at 金山。 Passengers changing for 東岡崎、豊橋、 The Nagoya City Subway and the JR lines, please transfer at this station. The stop after 金山will be Jingumaya. Passengers going to Higashiokazaki and Toyohashi, please transfer at this station. The stop after Jingumae will be Otagawa. お出口は左側です。開きます。ドアご注意ください。特別車のドア内側に折りたたんで開きます。ドアからは少し離れてお待ちください。神宮前出発、ニュースカイだと次は空港ですが、こちらは途中使用駅に停まります。名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車、特急中部国際空港行きです。
停車駅は太田川、尾張横須賀、朝倉、新舞子、常滑です。1号車、2号車は特別車で座席は指定です。前から1号車、2号車の順で一番後ろが6号車です。ミューチケットの指定番号をお確かめの上ご利用ください。皆様にお願いいたします。駅や車内で不審なものに気づかれましたら、触らずに乗務員または駅係員までお知らせください。次は太田川に止まります。 Thank you for using the Meitetsu train. This is the limited express bound for Central Japan International Air. 集落園の大仏が見えます。大田川到着。特別ドアの内側に出ます。ご注意してください。五等分の花嫁の第2期の放送が始まりました。We will soon make a brief stop at Tokoname. The stop after Tokoname will be the Central Japan International Airport Terminal. 特命省ドアは内側に開きます。少し離れてお待ちください。降りの際は足元にお注意ください。
常滑出発。ご乗車ありがとうございます。次は終点中部国際空港です。The next stop is the Central Japan International Airport Terminal. ニュースカイとかだと常滑出ると BGM が流れるけど、パノラマスーパーだと流れない。名鉄をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点中部国際空港に到着します。お忘れ物のないようお支度ください。 We will arrive at the Central Japan International Airport Terminal in a few minutes. Thank you for using the Meitetsu train.棚の上や座席の横などお忘れ物なさいませんようご注意ください。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。特別のドアは内側に開きます。少し離れてお待ちください。アテンションは到着くれましてご迷惑をおかけいたしました。空港駅に到着しました。先頭
校舎にはパノラマスーパーのロゴが描かれたヘッドマーク。実はその時に寝てて、わお、せっかくなので寝てしまう。では2番線の端から発車見るんで、じゃあやっぱ最後見送り、見送りは絶対する。こちらは一般佐川。こちらにもパノラマスーパーのロゴマーク。折り返し岐阜行きの特急を見送ります。折り返し普通大田川駅になります。電車は1800系の運用電車で、こちらも特別運用です。左上には空港線開通18周年のヘッドマーク。ヘッドマークは一旦外されて外に展示。車内からは行き先方向板が掲出されました。車内から見るとこんな感じ。後ろではゆるキャラも出ての撮影会。後ろ一回回って皆さん譲ってあげてください。順番に交代してもらって、こちらもヘッドマークが外されて常滑の行き先方向板。まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線まで。再び前方に行くと国山経由新岐阜。はい、戻りますよ。よろしいですか。出発が近いため取り外されました。再び記念ヘッドマークの提出。空港線の開業と入れ替わりで新岐阜駅から名鉄岐阜駅に改名されたので、この行き先は18年前に消滅していますが、今まで保管してた模様。今度のダイヤ改正で犬山経由岐阜行きは消滅します。
川駅出発進行。到着。この後仕切り直して当駅始発普通金山駅になりますが、ここでお別れです。おしまい。